い、回ってます。回ってますじゃない、回ってないんだから。回ってますよ。回ってないんで。ちょっとこんなオープニングないですよ。ちょっとだよ、はい、ちょっと事情の説明お願いします。ね、ホーム開幕戦、はい、取りましたよ。だけどもう最初から回してました、そのスタメンの発表とかから。はい、はい、回してましたよカメラ。はい、誰のスマホで？私のスマホで。はいはいはい。ちゃんとね。私のスマホで回してたんですけれども、はい、撮れてないぞと。バカ野郎。アプリが落ちてましたね、カメラアプリが。はい、落ちてました。信じられないですよ。信じらんないよもう。ああ。マジで。何ができるんですかあなたに。おい。こいつ悪いぞ。パソコンもダメ、スマホもダメ、ツッコミもダメ。なんでだよ、本業関係ねえだろうがよ。ちょっと勘弁してくださいよ。SGF 勝手に応援チャンネル。当初2度目え、わかんない、なんかあったんすか。え、さっき撮ってたじゃないですか。撮ってたよ、もうね。おい、違う、ひどいわ。ここまで今盛り上がってて、はい、なんならゴール見ました、ね、見ました。はい、はい、ガジンさん初ゴールおめでとうございます。おめでとうございます。完全にこのボッコーの下りとかも映ってなかったし、はい、もう最初からですよ全てが。何のことですか。ほほじゃねえわ。いや、おかしいって、おかしいって。なので、今から、セカンドリアクションを取ってもらいます。まず、2回目です。セカンドオピニオンじゃなくて。セカンドリアクション。2回目、今から2回目、見ます、ゴール。うんうん。はい、それを、うん、なるべく1回目っぽくリアクションしてほしいです。うん。だって、俺らって演技の授業で受けてるんだから。プロですから。プロですから、我々プロですから。右隅にズドンといったあのゴールね。うん、はい。もう今さっき見たから脳裏に焼き付いてるよ。でも俺抜くこともできる、それも。もう逆に自分で演技できる、その騙して。ゼロで入れるから。今抜くじゃあ今抜く。抜く、はい、あのゴール抜かれる。今日不安もある、ちょっと。だから。相手強いし。うん。勝てるかどうかもわかんない。ちょっと俺もちょっと、なるべく、ちょっと。じゃあ今からは最初。もうね。はい。はい。キックオフしましたってことね。はいはい。じゃあつけますね、再生しますね、はい。いや勝てるっしょ。さあ始まりましたけど、今日なんか誰がゴール決めそうとかあります？うがじあれまあね、うん、確かに。あのうどかとかはすごいっすよ。いやうどかちゃんも決めるとは思うんだけど、うんうん、はい、やっぱガジンさんのここも太ももがすごいな、すごかった、アップしてる時もな、うん、もう筋肉の盛り上がりが、あれが今日もう火吹くんじゃねえかなって。いやどうかな、いやあるんじゃねえか。なんかそろそろゴール決まりそうな気しません？匂ってる？匂ってんじゃないですか。あれヘニキ何やってんの？ちょっとヘニキ、ヘニキの、おいちょっとしてんじゃねえよヘニキ。なんだよ、帰ろ帰ろ、あれヘニキ、やろ。あ、でももう一回チャンスですよ、どうかちやから。あ、うん、おうおうおおうん、どうなる、どうする、こっから、え、こっから、ちょっと待ってよ、予想が当たったじゃないですか。あんなシュートある？マジ？いやー、 J3 でこんなゴール見れないって、マジですごい、ズドン行ったもの、行ったもの、行ったもの、これはいやー、いやもうこれエムバペもこれ、エムバペフランス代表ね、これはもう完璧よ。これ今長良川で見れてるわけでしょ。最高よ、最高だね。無理無理無理、こんな、あ、船津選手子供生まれたからイルカゴダンスね。いやもうすごいわ、俺もなんか2点分ぐらいの価値あると思う、これ。ああ、なんか1点だけど、1点だけど確かに2点入った気がするもん。なんでかわかんない、なんでかわかんないけどね。けどこのゴールをね、こうあのね、船津選手が生まれたから、あ、第一子が生まれたから、第一子が生まれて船津選手のお子さんにやってるかもしれないですけど、ガジンさん申し訳ないです、あのこれを岐阜のすみます芸人三つ星ジョージに捧げていただきます。はい、すみません。なぜですか、なぜですか。
三ツ星ジョージがですね、3月いっぱいで芸人引退するということで、はい、ご勇退に、こちらのゴール、差し上げてください。宇賀神選手の代理のものなんですけども、我々のものなんですよ。あ、そうなんですか。勝手に上げられても、ただですね、やっぱ岐阜に尽力してきたジョージ、はいはいはい、なんとかですね、そこ、ここをね、お子さんから、はい、ここジョージを抱えてるという方のことにしていただいて、はいはいはい、みんなでジョージをね、こうやって揺らしましょう。揺らしてると自己承諾で、はい、すみません、ちょっといただきました、ありがとうございます。自己承諾でまあいいですけど、ウガチン選手がジョージさん知らない可能性もありますからね。だからこれを機に知ってもらって。そうですね。2週間後引退するんですよ。ウガチン選手、申し訳ないですけども、三つ星ジョージ、掛け軸伝道師で検索してください。YouTube でね。はい、ライブ映像に戻りました。 1-0 のままね。よかったよかった。 OK。 うわー、これは良かった。その前の縦パスも良かったもんな。プリンスの裏へのクロス。ダメだなこれ。自信なくない。いや、バッツリ言ってたもんね。うん、裏に。強すぎでしょ。いやー、ナイス。もう一点。ありそうだよね。そうだ。まだだって前半30分ですよ。あれ？いらっしゃいましたね、ここに。いいですか。野口切り？野口切り？野口切りいましたね、今。ちょっと、あるんじゃないわ。言わないでしょ、旗よく。一瞬ほんともう、ウガ人のオーバーラップぐらいにブワーって出てきてる。ギターをずっと抱えながら持ってくるから。オーバーラップじゃない、パス出してくんないよ。おとりに使っちゃったね。これですね、このゴール解説するとですね、はいはい、このゴールね、あれ出た。セルジオ。この藤岡がね、ボールを持ってね、この、ウガ人がね、この裏から抜けるんだよね、うん、そしたらその時にこうディフェンスが1枚ウガ人に寄ってんだよ、ね、はい、それ3人いったのが藤岡に2人になったから、藤岡が上げるコースがある。でその上げたボールに対してフリーの旗が頭で合わせるっていうゴールなんだけど、でも僕から言われたらまだまだ。なんでだよ。なんで最後着地そこになるの。よかったじゃん、ずっと。これプロなら当たり前よ。いや、そんなこと言うんじゃねえよ、お前。決めて当たり前。うるさいな、こいつ、マジで。ブラジルは。なんか関係ねえんだ、それ、お前。セルジオさん、何てことするんですか、ちょっと。生意気にペラペラ喋ってるから、このじじいが。何個目だと思ってるんですか、セルジオ。何もない芸人が。40個くらい上ですよ、セルジオ。というわけで、はい、前半終了です。はい、1番で決めて、やっぱりディフェンスのラインのね、はい、高さっていうのと、はい、あと中盤でボールをロスト、はい、失った瞬間に、また次そこにいる選手が、目の前にいる選手が取り返すっていうね、この強さですよ。はい。はい、ここがね、今までになかったところ。うん。うん、で、ここで取れるようになったから、攻撃の回数も自然と増えると。うん、で、攻撃の回数が増えればシュートを打つ回数も増える、うん、それとゴールにできる確率っていうのも自然と増えるわけです、はい、っていうのが、岐阜のいいところ、ここが詰まった前半でした、うんうん、はい、はい、後半もね、まだまだ多分これは取る匂いありますし、切れてないよね。大丈夫です、バッチリです。これ切れたらタイソンです。これ切れたらモノマネ多いですね。引きこもりだよ。まあちょっとね、期待してね、後半見ていきましょう。はい、後半は愛媛がラインを上げてるね、うん、点を取りに行ってるわ。なるほどな、うん、ショートパスでずらして愛媛は少しずつラインを上げていこうっていう狙い、ズレをね、こう作って、ただね、縦パスを入れる場所がないからね、横に回すしかないんですよ。なるほどね。
まだ上がっていけないんだ、うん、だから縦パス1本入れてそこから攻撃の展開したいんだけどそれができない愛媛、うん、でそれをさせない岐阜、うん、だからこの守備の組織、はい、ここに今の岐阜の強さがある。なるほど。だから練習で立ち幅跳びの世界記録超えたりする、ね、すごいですよね。練習も何もしてないけど大会に出て走ったらぶっちぎるんでしょ。翔英がそれで負けてる。私欲しいです。あ、そうだ。翔英がそれでやり投げやめたんだっけ。そう。フラッと来た。おーおー来た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 。おしおしおし。おい。すげえな今日。室伏最強説。畑純喜。畑純喜が最強。いやー、今日2点目じゃん。すごいね。ちなみに私畑選手 C ランクです。ことごとくですよ。あー素晴らしい、素晴らしい。今日見たかったな。いやーホーム開幕戦でこれ気持ちいいね。ね。というわけで試合終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー3-0。久々に気持ちいい試合。気持ちいいね。いやー、 FC 岐阜は強いんですか？強いんです。強いんです。畑選手2得点ですよ。ねえ、ね、まあ3点目のあのさ前からのプレスでさ、うん、もう取ってバーコンと誰の力も借りず一人で、うん、あれをずっと続けてきたからこその得点ですから、ね、うん、そう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 、ね、前の試合もそうだけど、うん、前から取りに行くねっていうのを言ってたじゃない、うん、それがもうこの一気にもう2試合目で結果にポンと出るっていうね。そうだね。でやっぱ1点目ガジンさんがさ、うん、決めたことによってまああの勢いがついたよね。はいはい、はい、今日は本当ジョージさんにとっていい試合だったと思いますよ。ね、の人も皆さん知ってるかな。ちょっとそれこそ心配なんですよ。すみます芸人だから。根付いてんの。検索してね。出してここに。いやどうする？え、2点目負けちゃう？ジョージさんに？うん、まあ、3点入ってるからね。次畑選手に。畑選手にも1人。1点いいっすか？2個あるんで。そう、2点決めたら畑選手で、ね、今日2点決めたから。待ってるよな。うん、で畑選手すいませんね、あの2点のうち1点はあの。三つ星ジョージさんの方に今日、はい、捧げてあげていただいて、はいはい、ありがとうございます。いただきます。ジョージさん今得点王なんじゃないですか。結構持ってる。あの J リーグ得点ランキング三つ星ジョージ1位に。本当は畑純喜が1位なんだけど2で、はい、2で1なんだけど今1個あのジョージさんに行って宇賀神選手があのごめんなさい。ゼロゴールになってるんですけど三つ星ジョージ2で、はい、2でお願いします、すいません、はい、3月はもうジョージさんの月だから、うん、そうそうそう、それはもう我々もお世話になった分こうやって動画で返すしかないから。いや俺らの力じゃないんだよ。人のとこから奪ってきてるだけだから。いやどうでした？最高ですね、うん、もうただこれ数字以上に結構接戦でしたよ。いやそう、愛媛さんも強かったよね。怖いのあったし、うん、多分2、3本あこれやばいっていうのあったしね。ポストに当たったのもそうだし、はいはい、あと切り当たった選手が止めたからゼロってだけで、うん、実際は、まあ、3対2とか、うん、結構競ってるっていう。そうだね、松田選手のヘディングもあったしね。そう、怖かったのよ結構。だからもうギリギリっちゃギリギリの 3-0 よ。数字に騙されちゃダメです。うんうんうん、そんなに大きな差はないよと。そうそうそう、勝手に MVP を。わかりました。本日の勝手に MVP は三つ星ジョージさんです。え、3点目これもカウントされるんだ。ハットトリック、ハットトリックですね。ハットトリック、はい、今ここにちょっとランキング出してあげてください。1位三つ星ジョージってもそれはしょうがないですよね。しょうがないです、本当のことなんだから。ちょっと移動しちゃったんで、世の中の人たちは何これってなってるかもしれない。誰だこいつ。違うんですけど、もう皆さんそうなんです。そうなんですよね、うん、三つ星ジョージにね、今回花をね送って、はい、送って、はい、本当にお世話になりましたということで、はいはい、普通に三つ星ジョージって言ってるけど。ジョージさんさんだね。めちゃくちゃ先輩だから。まあ一応選手の方では、うん、まあ畑選手とということで点取っちゃってから、はい、もうこれは文句ないでしょ。全体の動きがいいんだけど、うん、
あの3点目の、うん、もう1人でプレスかけて1人で取りに行ったと、うん、あのダメ押しがね、はい、まあ、まあ決め手になったかなって感じはします。うん、はい、まあ D 評価をつけた選手、そして C 評価をつけた選手、着々と私の土下座が近づいてます。もうちょっと出てるよね、前にこれ出てるよね。今の位置はね、うん、今の位置はね、夏までにはもうちゃんとつくと思うよ、しっかり。宇賀神選手の動き結構言ってましたけど、いや今日すごい良かったですね、うん、今日はやっぱ全部が機能してたよね、うん、もうおとりの動きもそうだし、うん、もう危ないっていうところも何気なくポーンともう外に出しちゃうとかさ、うん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 、本当何気ないんだよ。そうだよね、俺言われなかったら分かんなかった、うん、目立たないんだけど、うん、これ行かれてたら危ないよねっていうのとか、うんうんうん、そういうところ、ね、そう、そういうところのケアとかやっぱそういうところめちゃくちゃうまいよね、うんうん、そこがやっぱみんなの歯車っていうなんかちょっとなかわいそうな感じするんだけどな、その言い方。いやでも今日1点目っすから。そうですよ、あれで弾みついたからね。来週はね、はい、沼津、あそっか、我々もね沼津の方に行きたいと思います、はい、沼津で、はい、ここは暴れしてやりますよ。お前は暴れなくていいんだよ。お前静かにしててくれ。選手たちが暴れるのはいいけど、お前はおとなしく観戦して。あ、そうですか、はい、余計なことしないでください。ゴール入ったらジョージジョージ。いや関係ないから。せめて岐阜だったらまだわかるけど、沼津誰ってなるから。庄司つってんのってなっちゃうから。いただきますねって。全部。ゴールいただきますね。3月分のゴールは全部庄司さんにしちゃうから。そう、3月分だけはごめんなさいと。それは申し訳ないからさ。気がついたら得点王だからな、ジョージさんも。うん、はい、というわけでね、じゃあ来週もね、我々に会ったらぜひお声掛けください。はい。以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。